あったー、よし、数なった。入場料は皆さんまとめて100ゴールドで入る。この世のパラダイスをお楽しみください。はい。はは、ダメだ。僕には刺激が強すぎて、まともにバニーさんの顔が見れないよ。バニーさん、やはりムチムチギャルはええの。脱げーって言ってる。脱ぐこともあるんや。あら、お客さんたら積極的ね。踊り子さんに手を触れちゃいけないっていうのは決まりなの。ごめんね。ええやんか。ラビアン、おっと。ラビアン、名前ついてるわ。おとなしく、下でおとなしく見ててね、坊や。もう37ですよ。坊やって。ラビアンちゃん、こっち見て笑ったよね。いや。そっか、僕の見間違いなのか、がっくり。ラビアンちゃんはだってもう、そんなことはしない。うわ、来た！網タイツ来た！え、もう、揃ったんちゃう？クリアです。クリアかもしれん。これちょっと待ってくださいよ。これを、網タイツをミレさんでもいいか。え、強っ！ええやん。え？何に交換するんですかね？何と交換するの？網タイツってこれ。守備力上がってしまうけど。これってバニースーツでしょ？バニースーツに、ね？網タイツに、シルバートレーで、蝶ネクタイ。この街に流れてきてからもう12年になるわ。前はガンディーノって城にいたんだけどね。あの頃のことは何か悪い夢を見ていたよ。あまり思い出したくないわね。ほう、夢というワードを出すか。そしてラビアンちゃん、名前があるからいずれ何かイベントが起こるな。カジノはちょっと待ってください。最近全部見てからや、忘れてまうから。どうしたんじゃこの井戸は。最近どうも水の出が悪いような気がするの。いや、あいつがおるね、多分。おらん。おらんのかい。誰かもう住んどるもんね、井戸の中に。え？なに、情報屋のホックに会いに来たの？ホックならいつもの酒場よ。酒場？お前がホックじゃないよな。あのジジイなのか。出た。この井戸の中の井戸システム面白いよな。すぐ井戸の中に井戸を作りたがりますね、この世界の人たちは。これもしかしてこのカジノ新しい商品あるかな。商品が楽しみなんです。そのアップグレードがされてるかどうかが非常に楽しみなんで。あ、そうなんや。いや、今一瞬ちょっと期待したんですけどね。あの夢の方に行けんのかなって、またなんかふわーってなってんのかなと思ったけど、そういうわけではなかったな。ノーマル井戸でしたね。時々壁の裏から変な音が聞こえるの。何かパフパフって言ってるみたいなの。お化けだったら怖いな。まさかここは、まさかこの店、非合法の店や。あのとこ階段ついてるやん。あの階段から行くんや、多分。この家狭くて住みづらいわ。でもお迎えの家もすごく狭いのよ。見た目は大きいのにね。ね、見た目でかいもんね。あるもんね。そこも、なんなんこれ、どうなってんすかそれ。どうなってんのこれ。うわ、変なやつおるわ。あそこも。どうなってんの、私の家だ。勝手に入ってきたりして何様のつもりだい。あんた人をからかっているのかい。さあ出てってくれ。まあいいや、あんたが誰かは知らないけど、今は忙しいんだ。もし人探しなら他を当たってくれないかい。微妙になんか謎が多い、謎多き町やな。いてえじゃねえかボケ。どこ見て歩いてやがる。俺はちょっとつらかせや。あー、連れてってもらえた。スーッと。うわ、え、どえらいとこ住んでんな、みんな。
俺ら悪いと思ったら何か買っていきやがれ。いい商売怖っ。安物の売っとんな。お安物やねん。おい、好きな奥義は欲しいですけどいらないっす。じゃあまた来てくれよな。めっちゃいい人。よう、あんたらもこの町に住み着きに来たのかい。なりりゃこんなとこでも天国だぜ。雨降ったらどうしますのこれ。旅の方々がこんなところに何かご用かな。もう伝説の剣職人だな。そういえばその昔伝説の名工と呼ばれた。忘れた、忘れてしもうた。だから知らん。何も聞かんでくれ。よし、奇跡の剣ゲット。お、なんだよ、ここは俺が一番最初に住み着いたんだぜ。だからここは俺の家だ。文句は言わせないぞ。伝説の名工を探しとんねん。俺はおしゃれな鍛冶屋よ。あんたの武器や防具を叩き直してやるぜ。あ、こんなとこにもいるんすか。したいっす。え、できるんすか。じゃあバニースーツ叩けへんのかい。じゃあこいつらね、マジ叩けへんもんばっかでね。シルバートレイどうよ。なんやねん、なんやったらできんねん。マジで錆びた剣どうよ。絶対できへんやな。お前なんかできるか、ほんなもん。ほら、何やったらできんねんっていうね、ほんま。ひどい。網タイツ。無理や。裏に回ったって何も教えられねえぜ。さあ、出て行ってくれ。化け取るってことでいいのかな。とりあえず風俗行ってからにしますか。すっきりしてからにしますかね。ピリ、やめろ、俺が悪かった。びっくりさせるなよ。てっきり俺を追ってきたやつかと思ったぜ。探し物、はい。そういや、ホックっていう情報屋がついこの間この町に来たな。けどめちゃくちゃふっかけるみたいだし、人を騙すのもうまいみたいだぜ。めちゃくちゃふっかけるみたいだし、人を騙すのもうまいとな。いい、ここから上がって、あ、通れる。す、銀行。叩き出す。す、なるほど。そして宝箱。はいはいはい。おお、金入ってるわ。賢さのため、ありがとうございます。美しそうとかも重要っすよね。ちょっとずつかっこよさ上げていかないと。やっぱ選手権で勝たなあかんからさ、コンテストで。あそこの鎧みたいなのが置いてるところどうやって行くんや。中庭みたいなところがあるんやけど、これだけ、あ、これだけか。ここすげえな。この街すごいっすね。めちゃめちゃ謎ありますやん。謎だらけ。ボロい壁は通り抜けられるっていうことやんね。ボロい壁見つけたらちょっと通ってみるっていう。そこどうやって言うの。あ、す、す、すげえ、めっちゃ通れる壁あるわ。無理か。ここ本当は下の部屋もうちのものなんだけど、なんだか変な人たちが住み着いちゃって困ったわ。トンテントンテン、ハンマーをキンコンキンコン振り下ろす。来た、おるよ、この町におるよ。あいつちゃん、あいつちゃん、あいつ怪しいな、あいつ。す、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 くそ、あいつちゃん。一旦カジノ行くか、一旦カジノ行くか。あ、入れた、入れた。よし、グビビプハ。よう、あんた情報を買わないか。飛び切りのやつを50でだ。はい、一回しか言わないからよく聞けよ。武器や防具は持っているだけじゃダメだ。ちゃんと装備しないと効果がないからな。
かけねえ顔だな。来ちまったもんは仕方ねえが、ここのことはあんまり喋んなよ。俺はひっそりとやっていきたいんでね。ホックなら上にいるぞい。上パフパフしていく。よし、どこ連れていかれるの、どこ連れていかれるの。うわ、秘密の入り口や。中へどうぞ。あ、他の人は悪いけどここで待っててね。ハッサンだけ入った。うわー、サービス。あなたのお顔にパフ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 、おしまい。パフパフしてもらった。ハッサンのかっこよさがこう上がった。え、すげえ、お化粧テクすげえ。僕ももうやってもらえへんやん。何回でもやってもらえへんのかな。すごいやん、勇者にやってほしかったな、どうせやったら。賢さの種、どうせやったら勇者にやってほしかった。ツヤツヤになったってことですよね、顔が。やっぱりこいつやん、ほら、ビタ止まりのやつやん。こっくりこっくり。この情報屋のホック様に何か妖怪言うてもてる。変装の名人ちゃうんかよ。はい、あ、伝説の剣職人だ。そんなやつこの町にいたっけな。いや、実はこの町に来たのはついこの間でね。おっと、がっかりしなさんなって。知らないことは調べりゃいいのさ。この町の連中は口が固いが、このホック様にかかればちょろいもんさ。ホックを外してやるぜ。じゃあちょっくら行ってくら。全然もう足引っ張ってますよ。あの囚人の玉みたいな引っ張ってはりますけどね。ちょっと並び替えよう。次僕いいっすか。次僕、あ、ダメ。金の話をまだしてなかったな。この町の人探しは高いぜ。5万、高いな。高え。とは言ってもいきなりそんな大金を払うバカはいねえだろう。だから俺とちょっとした賭けをしてみようぜ。おお、賭けは得意や。よく聞けよ。俺は今から変装して街に潜り込む。そうだな、情報を集めるには3回くらい変装しなきゃならんだろう。その変装を3回とも見破ったら5万を2000に負けてやるよ。それでも高い。20円にしてくれ。どうだ、やるかい。いいえ、20円にしてくれ。気が変わったらいつも声をかけてくれよ。いや、だから20円にしてくれ。パフパフしてもらおう。かっこよさが必要な人をパフパフしてもらった方がいいよな。まあまあ、やっぱまあ、とりあえず主人公パフパフしてもらってね。一旦抜いて、よし。よし、イケメンになる。うわ、もう上がらへん、もう上がらへん、上げてもらえへん。よし、行きましょうか。やる。誰かに変装してこの町のどこかにいる。よし、変装見つけイベントスタート。スススーっと。さあ、誰だ。ちょっと待ってよ、一回一回入場料取られたら調べんのも大変やな。最初は分かりやすいんじゃないですか。一人増えてたりするんやろね、多分。おらんぞ。あ、俺サリーちゃんが不憫で。ふむふむ、そうですか。父親を亡くして俺力になってあげたいんだけど、どうしたらいいのか。そうですか。え、おい、あなた方も何か相談事ですかな。天にましますわれら神よ、この迷える子羊たちを救いたまえ。いてて、酒出たー。俺だよ、1回目まんまと見つかってしまったな。でも次はそうはいかねえぜ。よし、ここでの情報集めはおしまいだ。次に行ってくら。OK、 見つけた見つけた。さあ次、だいたいこういうことですね。イベントみたいなの発生するんやな。おらんな。
たまたま建物の中におるパターンですかね。おらんな。パッと見ではおらんな。おらん。どこだ？どこだどこだ？おらんね。カジノも見に行くか。カジノに足を踏み入れますか。臭いね、臭いね。ここは臭い。まずちょっと劇場臭いんですけど、一回入ります。おらんな。おった。よし、そうなんだ、サリーちゃんがここにね。そうなの、ここで雇ってくれないかって。でもほら、あの子ちょっと筋肉つきすぎてるじゃない。だから座長がダメだって。サリーちゃんなんやねんこれ。よし、見つけた。頑張ってね。すごい変装してるな。あの小じきみたいなやつがこれに変身してるんやから。私に会いに来てくれたんでしょ。はい、お礼にキスして。いらんいらんいらん。ジョリ、あ、ヒゲ剃るの忘れてて。女装もなかなかいけるだろう。いや、すごいわ。今度はそう簡単に見つからなくてよ。おほほほ。よし、今度は難しいと。今度はそう簡単に見つからなくて、まあ、ここはもういいかな。スルーでいいかな。カジノ見に行ってみますか。情報集めてるイベントが出るはずやから。違うよな。こんなところにいて、もしもお下品な男に襲われたりしたらと思うと、ああ私ポン、ちょっと襲われ願望あるやん。今日はついてるぞ。もう勝ちっぱなし。さあ、さて、勝ったコインで何をもらっていこうかな。俺も早く行きたいね。早く。ドキドキしとんね、ドキドキしとんね。ちょっとまだまだ我慢や。商品を見るのはまだ我慢や。この中行ってみるか。自宅に帰ってるパターンのやつ。帰ってない。ここには戻ってない。井戸はこんなところで情報集めしてないか。あとはあるとしたら、建物の中やとするならば、やっぱあのパフパフポイントかな。いないっすね、いないっすね。今度はちょっと難しいって言ってましたもんね。今度はちょっと難しいと言っていたんですやつは。違うな、違うね。ここ怪しいけどな。ここなんか怪しいですけどね。バイトを雇ったから久々にのんびりできるぜ。バイトを雇ったから久々にのんびりできるぜ。むん？ということはバーのマスターか。ここか。なんだよ、わざわざ裏に回ってきたりして。まあいいや、酒かい？いいえ。じゃあ人探しかい？はい。俺しかいないだろ。他はだったらどうだい？貴様なんだろ。ブラデムーチョだ。綺麗だろ、人気のメニューさ。間違ってる。違うよ。君よ。この俺に用ってわけか。はい。よし、来たー。よく俺だと分かったな。分かった。それでもまぐれってやつかな。まあいいや。よし、情報集めこれでおしまい。あんたもここに立って前の二人の話をこっそりと聞いててみな。いい話が聞けると思うぜ。オッケー、後で俺の家に来てくれ。そこで調べたことを教えるからさと。オッケー。酒じゃ、もっと酒じゃ。何やら話して。コブレは本当に腕のいい鍛冶屋じゃったよ。伝説の剣職人と歌われるほどな。じゃがそれがいかんかった。
やつめすっかりその気になってしまっての、俺が伝説の職人なら一度は本物の伝説の剣というものを見てみたいなどと言い出して、うん、その気持ちわからないこともないぜ。気持ちだけで済ませておけばよかったんじゃ。それを本当に旅に出てしまうとは。後に残されたメアリーとサリーが、あ、サリーね、その後どんだけ苦労したことか。あれ、マスターはしょうがねえな、一杯もらおうと思ったのに。なるほど、なるほど。で、一旦アジトに戻る。あ、違う、ここじゃない、横から入らないと、これややこしい。あれ？あれ？あ、家か、井戸や、井戸の方や。お家は井戸でしたわ。別にこいつはここ家じゃない、ここが家や。ここやね。あ、おった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 。いや、いらっしゃい。どうだ、いい家だろう。いや、結構いいよね。井戸の中の家なんてもうめちゃめちゃロマンチックですよ。まあそんなことは置いといて、まず金をもらおう。5万ゴールドと言いたいが、あんたが3回でも見つかっちまったんだからな。約束通り2000ゴールドで負けといてやるぞ。じゃあもらうぜ。強制。じゃあ話すぜ。伝説の剣職人だが、確かにこの町にいたようだな。名前はコブレ。年は生きていれば50歳くらい。というのも10年ほど前、伝説の剣を探すため旅に出て、それ以来行方知れずだ。コブレには妻のメアリと娘のサリーがいたが、二人を置いて出て行っちまうとはな。おかげで苦労がたたって、メアリは数年後に病気で。今はサリー一人がこの町に住んでるってわけだな。さて、この娘のサリーだが、小さい頃から親父にかなり厳しく仕込まれたらしいぜ。何よって鍛冶屋の技をさ、噂じゃ親父の腕をしのぐかもしれないとか。これで話はおしまいだ。あとはサリーに直接聞いてみるんだな。サリーの家は隠れ酒場の北の家だ。もし家にいなかったら北の祠に行ってみな。そこにメアリーの墓があるって話だからな。ほう。まあおそらくは踊り子の女絡み、名前がついてたからですけど、まあ、まずは通してくれない女の人のところに行くってことですね。よし、開いてる。うわ、家事設備あるやん。うわ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 。でも誰もいいひん、誰もええへん、ここ。いや、怪しいな、踊り子のね、 お姉ちゃんなんですけどね。そういえば近頃じいさんの墓参りをしとらんかったの。わしもサリーを少し見習わんといかんの。墓参りに行ったんや、サリーが。よし、行きますか。あそこや、あの墓や。な、絶対なんかあるって言ってた墓ね。バルンパ。今ちょっと大金持ってますから気をつけないと。メダルはね、少しはねストックしてあるので、確かちょっとはストックしてあるんですよ。カジノやり直したからね。500枚とかぐらいはあると思うんやけどな。最低限の枚数はあると思うんですけどね。あ、踊り子じゃないやん。予想が当たってない。何が世界最高の鍛冶屋だ。何が伝説の剣だ。クソ親父、所詮剣なんて人殺しの道具なんだ。普通の鍛冶屋らしく鍬でも作ってればよかったんだ。母さんが何と言おうと、親父に教え込まれた鍛冶屋の技、ノーラみたいな感じで、あたいは使うつもりはないよ。あたい言うてる時点でもうやるけどね、絶対。おや、あんたらも墓参りかい。あたい、あ、あたいはサリーだけど、それがどうかしたのか。やっぱりそうやったんや。伝説の剣だと。なぜあんたがあの剣のことを知ってるんだ。まさかあんた魔王のには見えないな。あんたあの剣を持っているのか。持ってるんなら見せてみろ。はい、錆びた剣を取り出してサリーに見せた。これが伝説の剣。親父はこの剣のために、こんな錆びた剣のために母さんとあたいは。で、その剣をあたいにどうしろって言うんだ。
錆を取って磨き上げてくれとでも言うつもりか。はい。ふざけるな。その剣のおかげであたいたちは、くそ。あたいは町へ戻るけど、二度とその剣を店に来るんじゃないよ。後を追って町に来たらただじゃ済まないからな。後を追って町に来いっていうことですね。すぐさま後を追って町に来いっていうことです。訳すると、もう、一目散に来いっていうことを言ってます、彼女は。よし、行こう。こっちじゃない。ゴーゴー！来たでー！来たでー！来たで！あんた、その剣で何をするつもりなんだい？もし親父が生きてりゃきっと喜んでその剣を叩き直したんだろうね。わかった。もしあんたがその剣を正しいことだけに使うというのなら、その剣を親父に代わって叩き直してやってもいいぜ。約束できるか？その剣を正しいことだけに使うと。はい。じゃああたいの目を見ろ。じっとだ。そのままキスをしろ。チュッ。あんた、いい目をしているな。いいよ、信じてやるよ。あんたなら大丈夫だ。剣を貸しな。そんなんでわかんねえや。キスしただけやのに、サリーに伝説の剣を手渡した。かわいそうに、こんなにくたびれちまって。よし、やるぜ。その喋り方、なんとかした方がいいですよ。そういえば、伝説の武具は全部で4つあるそうだな。他のは見つけたのかい？あたいがやってる間、残りを探しに行ってもいいぜ。そうこうするうちにこっちも出来上がるはずさ。うーわ、すぐ手に入んのちゃうんかい。ちょっとスピード上げてやってもらっていいっすかね。うーわ、他の武具集めてからかよ。はよ言うてくれよ。ショックがでかいわ。下の部屋から気合に入った声が聞こえる。うわ、もうノリノリやん。ノリノリですやん。なんやねえ。あとや。予約商品や、これ。よし、カジノ行きましょうか。